わなくても、ふとした瞬間に考えたことが叶うことが結構あります。だから、いつもいいことを思うように言われているのです。ほとんどの自己啓蒙の本にプラス思考でいなさいと言われるのは、そのためです。ただ、期限をつけたから、必ずその日に叶う人の方が少ないです。では、どうぞ。日本の神様の奇跡に遭遇した米国人のビデオが話題になっていました。初めての京都で訪れたお寺や神社で、2つの願い事をしたところで、どちらも本当に叶ってしまったのだと語っています。そんなビデオに、海外からは多くの感動の声が寄せられていました。人生を変えた神秘的な旅行をした。2016年、友人から元彼のことを聞かされた。もうガールフレンドが?って聞くと違うって言うから安心したけど、日本に旅行したと聞いてめっちゃ腹が立った。だって、彼は旅行嫌いで、いつも私が旅行の準備をさせられてたのに。それに、東京は一番行きたかったところで、子供の時からの夢だったから。急いで家に帰って、幼馴染のパットを説得して、日本で2週間過ごす子にした。航空チケットを予約した後、父が糖尿病で入院した。ママは自由度がないから、私がほとんど病院に行ってた。そして腎臓がんだと聞かされた。二人の医師に見せたけど、摘出手術が必要だと言われた。上司に日本に行くべきだろうかって相談したら、行って気分転換した方がいいって。両親と上司に恵まれたおかげで、パッドと一緒に日出ずる国に行ってきた。京都から、初めて1日かけて洋書を見て回ることにした。辛い時期だったし、もともと信心深い人間だから、神社やお寺を訪れるのは貴重だった。私は、質問しまくって、ツアーガイドから棒を取り上げるような観光客だった。キュートな男性と目があったけど、その時は棒を持ってる変な人だと思われただけだと思った。清水寺には石が2つあって、目を閉じてもう一方まで行けると愛を見つけるのに助けは必要ないと信じられてる。でも歩ききるのに苦労したら助けが必要だってこと。パッドは難なく歩ききったけど、私はつまずきなら、がひどい状態だった。かなり助けが必要だってこと。目があったキュートな男性が帰りのバスに乗ってることに気づいた。ずっと同じツアーだった。だから、ジョシュとモーリーに話しかけて自己紹介をして、彼は友人のパッドだと念を押しておいた。みんなで飲みに出かけることにした。ラーメンを食べて、バーをはしごした後で、カラオケに誘った。一緒に歌を歌って、ケミストリーを感じて、モーリーがトイレに出ていくと、二人で見つめ合ってキスしてた。翌日は、ずっと一緒に過ごして、彼の両親が、がんを克服したことを聞いた。36時間一緒に過ごしたけど、彼はオーストラリアに戻った。残りの1週間はパットと過ごしたけど、ジョシュと初パップでずっと会話してた。ニューヨークに戻ってから、一緒にいたい人はジョシュだけだと思うようになった。数週間後、電話で一緒にいたい人だと伝えたら、彼も同じ気持ちでクリスマスに言うつもりだったらしい。1ヶ月後、父の手術が行われた。医師から腫瘍は良性だと聞かされた。それが、京都で一番お願いしてきたことだった。早く良くなりますようにって。父がいなかったら今みたいに楽観的な人間じゃなかった。二つ目にお願いしたのがトゥルーラブ。何歳になってもいいからトゥルーラブが欲しいって。一年後ジョシュは LA に来て婚約、ビバリーヒルズのコートハウスで結婚式を挙げた。挙式費用はたった90ドル。安すぎ。このビデオを見て私と同じようにしてほしい。ラブを諦めないで。潜在意識に魔法のような期待をされているのなら間違いです。実際に目標まで歩いて、それをつかむのは、潜在意識ではなく自分自身でしかないのです。